こいつは感情や感情の代わりに調味料を出すことより蓋を閉めることを選んだんだ。先生、そう悠長な時間は残ってないですよ。見たところ相当な量の調味料が体に溜まってます。それ、いや、カトが本当の気持ち言うと迷惑かけちゃう。迷惑？こうやって倒れられんのも相当迷惑だぜ。ああ先生、あんた何言って。一生誰にも迷惑かけねえで生きてるやつなんていねえよ。俺だってたまにこいつに迷惑かけてっし。自覚あったのか。同じ迷惑かけんなら感情出すか出さないか好きな方を選んで迷惑かけろよ。そっか、じゃあこと、またママの作ったご飯食べたいな。ちょっと、あなた医者なんでしょ、なんとかしなさいよ。今琴の体にはかなりの調味料が溜まってて壊死寸前の危険な状態だ。体の負担を抑えて調味料を出すにはそれを移す受け皿が必要だ。あんたにはそれを支払ってもらう。はあ、何それ、調味料とかわけわかんないこと言って大金ふっかけようって詐欺なんじゃないの。金？あんた何と天秤にかけてんだよ。分かったわよ、いくらでも払うからことを直して。よかったな、こと、受け皿は用意できたぞ。遊びたいよ、演技は疲れる、お仕事したくない。な、何これ、ママの時間が持てれない。ママの作りたいところを食べて遊びたいよ。何、演技は疲れる、仕事したくない、ご飯を作りたい、仕事したくない、どれ仕事したくない、時間が忘れない、ご飯が食べたい、時間が忘れない。